え皆さんこんこにちは CF PM 事業部サブリーダーダをししておりまますす井と申します今日はですね2022年繁忙期のまとめということで4月に入りましてですねまだちょっとああの申し込み件数多いんですけれども繁忙期がこう終盤に差し掛かったぞというところで2022年の繁忙期のまとめをお伝えしたいなと というところと、えー、あとですね今後注目される、えー、入居審査それから海外審査について、まあ、ちょっと触れていきたいなというふうに思っております。えー、よろししくお願いいたしますというわけでですねまず2022年の繁忙期ですね、えー、ちょっと3月までの状況をまとめましたのでちょっとこちらをご覧ください。こちら弊社のですね申し込み のシステム上でで、えー、申し込み件数を測ったものでございますこれ毎月の、あのー、配信でお伝えしているものなんですけれども、えー、こちらはですね弊社,の弊社の方で電子申し込みですね、えー、自動で申し込みを受け付けるシステム上で、えー、これだけの申し込みが、まあ、今年はありましたというところでございます。で えー、この青文字赤文字、まあ、ちょっとどういうことかなということなんですけれどもこれ実は昨年と比較したデータがですね次のこちらにございます。で、えー、昨年と比較しましてですね実は分かったところ、まあ、赤い文字で書かれているところが、えーまあ、ちょっと少ないよというところですね。で青い 文字の部分が昨年よりも多かえた12月1月が昨年よりも増えているそれから2月3月が昨年よりもかなり減っているということが見られるぞということが分かるかと思います。でこれですねあのやっぱりもう皆さんあのご想像されるかと思うんですけれどもこちらがですね これですね。まあ、あの、すいません。ちょっとイラストで、ちょっとニック機なんですけれど、えー、まあ、ちょっとかわいいイラストで、えー、入れさせていただきましたけれども、マンボウですね、えー。1月の下旬からコロナのマンボウですね、がスタートしまして、えー、2月、3月は、まあ、その影響だかなというところでございます。それでですね、 まあちょっと繁忙期振り返ってということなんですけれども先ほどお伝えした通りですね1月下旬からマンボウスタートしまして今年は12月に入った途端にものすごくあの申し込みの件数がわっと増えたのであのまあコロナも収束して一旦すごく市場が湧いたんですねでこのままこう勢いによってコロナを吹き飛ばせみたいな気持ちでですねえもう一気に解決だみたいなふうに思っておったんですけれども。 またそこから再度マンボウですねが来てしまってですね1月の下旬からはちょっと不調に入ってしまいまして2月3月は昨年からも、えーまあ、かなりマイナスだったというところでございますで、えー、そうですねやっぱり目立ったのがこう2番目の外国人の申し込みが少なかったというところでございますあの例年ではですね、まあ、10%を超えるぐらい 10%、20%までは届かないんですけれども、えー、比較的外国人の方の留学生ですとかね、えー、お申し込みをいただくんですけれども、えー、今年はですは、ね、本当にあの繁忙期中には外国人の方のお申し込みというのは非常に少なかったなという印象です半半分分ぐぐららいいいかか以下なとうのイメージです。 それからですね、アフターコロナの市況の変化に対応していくということですね、えーまあ、あのコロナ前はですね、まあ、東京の中心部だったり羽田空港の周辺ものすごく活気があってですね、えー、家賃の方もすごく今と比較するとびっくりするぐらい5,000円とか7,000円とか、えー、家賃を上げてご提案することが、えー、多かったんですけれども。 そうですね、アフターコロナになってですね市況もかなり、えー、変化をしてきまして、まあ、今まですごく、あのー、コロナ前は強いと強い強いって言われていたエリアがですね、まあ、ちょっと元気がなくなって家賃をまあちょっと下げざるをえないような、えー、状況にもなってき,たりきていたりもします。 空室が増えてしまうとですねどうしてもあの入居者様もお部屋をこう選ぶようになってですねまあ取り合うような市場ではなくってまあちょっと一番自分にとってまあ得な部屋をこういくつか空室のある中からまあ選んでなるべく費用も抑えてっていうことがこう入居者側にバトンがあるような形ですねになってきてしまいますので。 えーまあ、ちょっとそこの指標の変化に対応して、まあ、条件変更をせざるを得なかったというような、えー、こともございました。ということがあったんですけれど前回ですね私お伝えしました外国人の留学生を受け入れというニュースが飛び込んでまいりまして、まあ、10万人ぐらいの外国人の留学生がですねこの3月の下旬中旬ぐらいからあるよと。 いうようよなニュースが入ってきてきおり、えーまあ、5月ぐらいまでは、まあ、この留学生の受け入れが、えー、加速していくというようなニュースもありますので、えーまあ、そのニュースがあったぐらいからですね実は外国人の、えー、お申し込みというか反響というのはすごく増えてきています。そそれでですねの、まあの外国人のお申しし込みに対応していこうというような動きが、えー、弊社でも起こってきておって。 えー、そこで、まあ、入居審査の話をちょっとさせていただきたいんですけれども、えー、入居審査海外審査ということで入居審査っていうのは、まあ、お部屋に、まあ、入居された方がです、ね、この人は本当に、まあ、この人なのか、えー、ちゃんとこうお引っ越しの理由が、まあ、ちゃんとした理由があるのかどうか、まあ、理由もなしに引っ越しをするっていう人は まあ、ほとととんどいないいいいな思思っていいと思いますので、まあ、引っ越しするにはまあどんな理由があるのかちゃんとお家賃を支払っていけるんだろうかなんていうことをですね、えー、我々の方でも審査をするんですけれども実はですね外国人の方の審査っていうのはちょっと日本人の方の審査とはこう違いがあるんですね。でえー、今まではではすね入居審査の時に在留カードが えー、必ず、まあ、審査の時に、えーまあ、見せていただいて、まあ、こ,のこういう方ですよ何のためにあの日本に来ていますよっていうことを、まあ、確認させていただいてで、まあ、弊社では必ず、えー、ご契約の前にはですねご内見をしていただいて、まあ、どういうお部屋なのかっていうのを実際に見てもらうっていうことを必須でやらせていただいておりました。えー、あとですね えーまあ、契約金を、まあ、ご入金いただくんですけれどもこれがですね、まあ、あの日本にいる外国人の方であれば日本円でご入金をしていただけるんですけれどもじゃあ、えー、これからこう海外から来ようという方が契約金を入金するっていうことには、まあ、ちょっと海外送金が必要になったりですとかね えーまあ、ちょっとどういった形であの契約金を受け取るかっていうことにも、まあ、ちょっとハードルが出てくるところなんですね。でえー、ということでですね弊社でも、えー、海外審査といって海外にいる間から、まあ、審査をスタートしようよという取り組みをしてきておりましていよいよ海外審査を本格的に稼働しようというところでございます。で えー、実はです、ね、私が今まであの客付けをしてきた時はです、ねえーまあ、こういった在留カードも、えー、入金もです、ね、なかなかハードルがまだ、えー、高くてです、ねえー、在留カードは必須であの審査の時に必要でしたし、えー、契約金の入金もです、ね、日本で口座を作ってから、まあ、そこで円に変えた状態で入金をしていただくっていうのが必要だったので。 なかなか海外にいるうちからこの人の入居 OK ですよという,こう入居 OK が出せなかったんですね。というのもあってですね、えー、よく海外審査大丈夫ですかというふうに問い合わせがあるんですけれどもだい大体いやりたいんですけれどもちょっと難しいですよというふうに、えー、まあごめんなさいというふうにしているケースが多かったんですけれども、まあ、今回ですね海外審査をスタートしようということでですね、まあ 在留カードっていうのが、えー、日本に入国するときにじゃないともらえないカードなので、えー、じゃあ在留カードがない状態で、まあ、どうやって審査をしていくのかということだったりとかあと契約金については、まあ、海外からの送金をどのようにして受け取るかですね、まあ、そういった問題が出てきてですね、まあ、そこをクリアにしていこうと。 いう取り組みをこう今しているところでございますでもう間もなくですねスタートしようというところですので、まあ、海外にいるまあ外国人のこう入居希望の方がですねスムーズにえー日本に来てすあのお部屋に入居していただけるようにですね体制をこう万全に整えていきたいと思っておりますのでまあそこも トラブルのないようにですね、えーまあ、本当にこの人大丈夫かなのかなっていうところと、あと、あの信用できる人を、まあ、入居前から、入居じゃないやごめんなさい、えーと、入国前からですね、しっかりと確保していこうよという取り組みとですね、えーまあ、しっかりとですね、まあ、どちらもこう不備のないようにというか、えー、安心してできるように体制を整えているというところでございます。皆さん のですね、あの海外の方もいい方どんどん入居していただきたいと思いますので大家さんのです、ねえー、空室を、まあ、そういった方に埋めてもらえるようにです、ね、弊社も努力しておりますので、えー、引き続き見守っていただけると嬉しいかなというふうに思っております。えー、それでは、えー、以上になりりまますどううもありがとうございました はい、2022年5月14日15日とですね、2日間にわたりですね、弊社 c f ネッツ不動産フェアを開催いたします不動産フェアではですね、1日目がですね、新着物件説明会をいたしまして物件のご紹介をさせていただきます。 ぜひですね皆さん来、えー、てご参加の方をお待ちしておりますこんにちは AM1 ルームチーム宮下と申します PM 事業部に2年間所属しており4月から AM1 ルームチームに配属となりました、えー、今回のフェアは私にとって初めての参加となります PM 事業部で培った経験を生かし良い,い物件を仕入れご紹介できるように頑張ります当日よろしくお願いいたします僕はですね CF ネ、えー、ットフェアに向け物件を仕入れ担当してやらせていただいてます 掘り出し物のお宝物件ご紹介できるように頑張りますはいまたですね投資家さんをお呼びしましてオーナーズボイスそちらもですねお楽しみいただけますのでぜひご覧ください5月14日土曜日ですねこちら新着物件説明会こちら投資分析付きのものとなっております区分ワンルームのみならずですね1棟ものもご紹介させていただきます さらに次の日ですね5月15日こちらはですねさまざまなです、ね、コンサルタント陣がセミナーを開催いたしますぜひご参加ください、えー、今回のネッツフェアはですね5月14日15日2日間にわたってですね新着物件説明会だったりとかですねセミナーを行いますご参加にはですね事前申し込みが必要になりますので弊社ホームページからですね当日まで忘れずにですねぜひお申し込みくださいそれではですね皆様のご参加の方をお待ちしております